私の名前は梅田です。18でシンプルな和食をやっていますが、本当の得意料理は高級割烹です。20歳の時に会員制の高級割烹花で修行を始めて、26歳から2年間銀行で経営を学びました。28歳で高級割烹を開業し、2010年からマレーシアに来て、2012年に現地に入社しました。やはり5年間の厳しい修行期間ですね。修行期間終わり、自分の店を持った時ですね。私はホテルで仕事するのが初めてなので大変難しいですが、やりがいはあります。厳しかったのは、5年間の修行時代に前後5年兄弟弟子がみんな辞めてしまうぐらいの厳しい修行でしたよね。楽しかったというか、もう一番思い出に残っているのは、やはり5年間の厳しい修行が終わり、自分の店を持った時ですね。料理人として成功するには才能と誰にも負けない努力です。今日初めて、明日にはできるということは絶対にありません。頑張って皆さん努力してください。